第59回「ニフクラエンジニアミートアップ」今回はニフティ・テックトークとのコラボ企画でクラウドを使って落ちないシステムを作る方法がテーマですあらゆるシステムにおいてサービスを止めたくない落ちないようにしたいというのは誰もが望んでいることだと思いますクラウドサービスニフクラの提供者である富士通クラウドテクノロジーズ株式会社とニフクラだけでなく AWS、GCP といったマルチクラウドユーザーである Nifty 株式会社、双方の立場でクラウドユーザーに向けたベストプラクティスについて語っていただきました。では、えー、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社の奥山が、まずは落ちないシステムの、まあ、基本みたいなところですかね、を簡単に話をしていければと思います。よろしくお願いいたします。ちょっと最初に自己紹介だけ軽くさせてください。えー、私はあの 富士通クラウドテクノロジーズエンジニアしております。まあ、主にネットワーク系のサービスです、ね、をまあ開発してるんですが、まあ、実は FJCT といいますか、フクラデッキは1年ぐらいでして、以前は富士通でネットワークアプライアンスの開発をこうやっていましたというような経験があります。はいまあ、一応ネットワーク メインでやってきたんですけど、まあちょっと今日は冗長化とかそういう話でしたので、まあその時の経験も含めて、まあ物理の世界ってどうだったかとか、そういったところも話できればなと思っております。よろしくお願いいたします。で、最初ちょっと注意事項、軽く注意事項なんですけど、今回紹介する内容は私のほぼ個人の見解になりますので、あのシステム構築する際の、まあ、参考にする程度に留めていただければなと思っております。まあ皆さん助けになれば幸いですっていうところです。 で本日の話の流れとしては、このような流れになっております。まあ、最初あの、基本っていうところですかね、の話をした後、仮想でどうなの、クラウドでどうなのっていうところを話して、えー、まとめっていうような流れで進めていきたいと思います。で、まずですね、落ち,落ちないシステムって何って話なんですけど、まあ、どんなものを思い浮かべますでしょうか。まあ、なんかいろんなものありますけど、まあ、ちょっと適当に絵が出てきましたけど、まあ、 どこでもいつでも使えるとか、機械が運用しているかとか、なんか映画とかだと失われた文明のシステムだけが勝手に稼働し続けるとか、そういうのはありとは思いますと。まあ、いろんなイメージあるとは思うんですけど、まあ、落ちないシステムをちょっとググってみると、まあ、一般的には可用性が高いシステムとか、まあ、そういう言い方をするみたいですと。なので、ちょっと最初はまあ落ちないシステムっていうのを高可用性なシステムとまあして、えー、可用性って何 まあそもそも可用性って何っていうところから始め、えー、説明をしていきたいと思います。でまあ、いきなり答えみたいな話になってくるんですけど、まあ、あの定義みたいなところですね。えーまあ、何かといいますと、ウィキで調べるとこんなことが書いてあってです、ね、まあ、利用者から見てどんだけ使えるかっていう度合いになります。まあ、別に中のどっか壊れて,てるところがあっても、別に利用者が使えてれば OK と。 左の人がまあ使えてるみたいな、使えてる見えてるみたいな状況であれば、可用性はあるというようなことになります。で、似たような言葉にですね、なんか信頼性っていう言葉も皆さんよく聞くとは思うんですけど、これ何が違うのって話なんですけど、まあ、これまた Wiki から持ってきたんですけども、Wiki によるとまあこういうことみたいです。まあ、信頼性を測る指標としては、交渉率とか対応年数とかあるんですけど、まあ、 なんていうんですかね、故障が絶対壊れない、無限に使えますっていう製品で構成すれば、まあ、まあ、当然ですけど、絶対壊れないし、無限に使えるんだったら、可能性も100%になるんで、まあ、ベンダーさん頑張って最強の製品作ってくださいって、まあ、そんなわけないんですけど、まあ、そうはなりませんよねと。まあ、そんなことはなくてですね、まあ、実際、壊れない だととととしてもまあ停止すするることはあると思いますと例えば、天災とか事故とか、まあ、これあっちゃダメなんですけど、事故とか、まあ、メンテナンスなんてのもありますよね。まあ、なんか停止するでしょうと。なので、落ちないシステムを考えるうえでの前提としては、まあ、システム全体は使えるとしても、システムのパーツっていうんですかね、システムを構成する要素は必ず停止するというところをまあ前提においていただければと思いますと。 でまあ、絶対壊れないやつっていうのは、多分今後も相当できないんじゃないかなと思ってまして、まあ、これ例えですけどあの、映画版だとドラえもんでよく竹コプターとか壊れてサービスダウンしてますよね、肝心な時に使えないと。ああいう風になってくると、まあ、肝心な時に使えないとか、ライフラインみたいなものが提出すると影響が大きいということがまあなりがちと言いますかね、まあ、そこがまああの可用性を保たなきゃいけないよねっていうところになってきますと。 まあ、というわけで、えー、落ちないシステム、まあ、ちょっと似合い込みにしましたけど、落ちないシステムというのは、まあえー、つまり言えば構成要素の停止影響が少ない、まあ、小さいというんですかね、システムというところで、まあ、説明をしていければと思います。で、ここから可用性の高め方について、えー、紹介していきたいと思います。まあ、高める方法、いろいろありますし、まあ、皆さんも聞いたことあると思うんですけど、まあ、いろいろありますと、ハードレイヤー、ソフトレイヤー、ネットワークレイヤー、まあ、それぞれいろんなやつがあるんですけども、まあ、 今回ちょっとその方法を一個一個触れているともう全然話が <laughs> 広がっちゃいますんで、まあ、その辺の具体的な話はしないで、まあ、こんな感じっていうところだけ、まあ、基本っていうんですかね、ところだけ簡単に説明しようかと思っております。まあ、やり方も様々あるんですが、まあ、今回ちょっと紹介するのは大雑把に言うといずれもまあ複数で構成して、一つ止まっても他の装置でリカバリするみたいな考え方になりますと。 で代表的な例としてまあ4つぐらいやって、まあ、一番下は可能性高まらないんですけど、まあ、一応 <laughs> 4種類ぐらい紹介しようと思っています。ちょっとまだ仮想の話はもうちょっと先になりますが、えー、やっていきたいと思います。まずですね、一般的な構成の1つ目として、まあ、冗調化の1つなんですけど、アクティブアクティブ構成というのがありますと。まあ、これ何かっていうと、まあ、2台って書いてあるんですけど、複数台で、あのー、がまあ同時に稼働して、何、えー、ていうんですかね、全部、 同時に壊れなければ、まあ、サービス自体は、えー、継続することができるっていうようなものになりますと。で、全部同時に動かしていますんで、あの、何て言うんですかね、負荷分散もできますと、今度なんか、女の人と男の人がこう別々のサーバーで、えー、動いて見てるみたいな感じですかね。で、えー、仮にですね、まあ、壊れちゃったと。1台こっち壊れちゃったといったときに、まあ、こっち使えなくなるんですけど、こっちの人がこっちに振り分ければ、まあ、サービスは使えるんで、まあ、大丈夫ですというものになりますと。 注意点としては、故障しちゃうとその負荷ですね、もともと2台でやってたところが1台に集中するとか、そういうのがありますんで、まあ、その点に注意していただければいいかなと思いますと。っていうのと、アクティブアクティブ構成、ちょっとこのデータ同期とか、全部同時にこう動くっていうんですかね、負荷分散とか、さまざまな要素を考えなきゃいけなくなってきますので、ちょっと構成が難しい、まあ、設計が難しいっていうのが、一つ、問題といいますか、ネックなポイントになってくるかなと思っております。 で、次ですね。次の構成。アクティブホットスタンバイっていう構成になります。これはまあ1台稼働してて、1台待機みたいなものになります。で、まあこれ、まあどんな感じかと言いますと、まあ、ほとんど同じなんですけど、まあ、普段データ同期しててですね、1台壊れると、まあこっちを起動して、こっちですよって、こっちに来てくださいって言って、まあ、 こっちに通信が行くと、みたいな、まあ、まあざっくり言うとこういう感じの、えー、構成になりますと。まあ、アクティブ、先ほど、えー、説明したアクティブアクティブ構成に比べると、設計は少し簡単になるんですが、まあ、複数台あっても、実質その処理に使える量がまあ1台、まあ、少ない数になりますので、ちょっと稼働効率っていうんですかね。 ちょっと下がるところにはまあ注意していただければなと思います。で、もう一つポイントとしては、あの切り替わった後にあの、切り替わったことに気づいてくれないと誰もそっちに行かないので、まあ、何がし切り替えた、まあ、切り替えの方法っていうんですかね、あの、切り替わってよって教える方法については、何がし考えなきゃいけないっていうところになってきます。まあ、ネットワークで例を出すと、まあ、g a p とか、まあ、DNS に紐づく IP っていうんですかね、あの辺を変更するなどで、まあ、切り替えるっていう手法が、ええー、 で、次がですね、アクティブ・コールド・スタンバイ構成になります。まあ、こちら、アクティブ・ホット・スタンバイと似てるんですけど、あのーまあ、単に寝てるだけっていうような感じになります。1台稼働してて、1台完全に寝てるみたいな状況です。まあ、壊れたら単純に付け替えるって感じです。もうはい、<laughs> こういう感じですね。はいえーまあ、単に予備機置いとくだけな あまあ、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、単に予備機を置いておくっていうようなイメージです。はい。壊れたら予備機につなぎ替えて電源をするっていうことで、まあサービス復旧させるっていうものになります。えー、まあ即座に切り替わるわけではないって言いますか、まあ、ちょっとやり方もいろいろあるとは思うんですけど、壊れたのを見つけたら電源入れに行くみたいな、つなぎ替えに行くみたいな感じになるんで、さっきほどのあの、ホットスタンバイ構成っていうんですかね。 と比べるとダウンタイムは長くなるんですけども、まあ、単に予備機を置いとくだけとかになりますので、先ほどまでのやつ比べるとデータ同期などの考慮が不要になるので、まあ、少し設計難易度は下がるかなと思います。で最後はですね、まあ、可用性高ま,って何も高まってないんですけど、シングル構成になります。まあ、1, 1個だけ動いてて、まあわれたら、壊れたらおしまいですってやつですね。 代替品が1週間後届きますって言ったらダウンタイムは1週間になってしまうので、もうあまり良くないですなと。まあ、逆に言えばあのサービスダウンしても悔しくないところっていうんですかね。えー、ところであれば当たり前ですけど、設計も楽だし、あの設備の費用も最初にできますので、ものによっては悪くはないかなと思います。で軽くまとめるとこんな感じになります。まあ、上,の上ほどダウンタイムが短いけど、 設計難易度も高いし、設備コストも上がっていくっていうようなものになりますね。まあ、逆に言うと、ダウンタイム短くできますので、あのミッションクリティカルなところであるとか、まあ、そういったところに使えるようになってくるかなと思います。で、ちょっとこれ、私の印象なんですけど、従来だと、このホット、まあ、大体システム構築って言ったら、ホットスタンバイ構成かコールドスタンバイ、まあどまあ、アクティブアクティブもありますけど、まあ、どちらかっていう。 パターン結構多くてですね。で、ダウンタイムが数分待てるかどうか、まあ、数時間待てるかどうかで、ホットになるか、コールドになるかっていうところの,、まああの大きい壁があるかなと思ってます。まあ、数分、数時間待てないんだったら、もうホットスタンバイにするし、まあ、逆に待てるんだったら、コールドスタンバイになってるかなっていう印象があります。まあ、でも、どちらかというと、わりかし従来のまあまあま、ああ えなんていうんですかね、社内システムとかでも、あのホットスタンバイが割かし選ばれることが多かったかなと思っております。まあ、アクティブアクティブもあるよっていうかもし,かもしれませんが、まあ、割かしあるかなと思っています。はい。で、ここまで、あのまあ、従来とか、物理機器でどんな感じでやってきたかって話だったんですけど、次から仮想化の話をちょっとしていこうかなと思っております。まあ、皆さんもお使いだと思いますが、あの、 仮想環境を使って、えー、環境を構築するってことが増えてきたかなと思っております。で、そこで、まあ、新たに要素として増えてきたのが、仮想マシンの可用性っていうものを考慮する必要が、えー、出てきましたと。ただ、まあ、仮想化になったからって、じゃあ物理のから解放されたかっていうと、全然そういう話は何もなくて、あの、結局仮想化のホストマシンとか、まあ、あの、物理的なところっていうんですか、ネットワークのケーブルとか、まあそういったものを結局、 電源もありますし、まあ、残っているものはありますので、まあ、むしろ上乗せされたというようなイメージで、まあ、物理の部分は従来通り、まあ、仮想マシンというんですかね、サーバーで仮想化できたところはまあ追加で考えなきゃいけなくなってきたというような状況になっております。VM に対して、まあ、仮想マシンですね、に対して可用性を高める方法としては、まあ、従来のようにまあ仮想マシンの OS とかソフトウェアで、まああの 先ほど紹介したの冗長化構成ですね。組むっていう構成もできるんですけども、まあ、ホストの機能を使うっていう選択肢も出てきていますと。まあ、代表的なもので言うと VM のフェイルオーバーっていうものがありまして、簡単に言うと、あの、ホストがダムしたら他のホストで立ち上げると、まあ、こんな絵のような感じですね。ここ割れたら VM ポチに移動して動けばいいじゃんっていうような感じになります。 でまあ、一応、あのー、ホストの冗長化とセット、まあ、ホスト自体ですね、冗長化とセットで設定しなきゃいけなくなるっていうところはあるんですけど、えーまあ、なんていうんですかね、まあ、この ポストの管理とかも、あの、割かしソフトウェアデファインドって言いますか、あの、自動化しやすいっていう点がありまして、あの、従来の物理のコールドスタンバイと比較すると、まあ、ダウンタイムを短くするっていうことが、まあ、望めるかなと思っております。まあ、人手を介さずにできるとか、やりやすいっていう点で、まあや、やあの、ダウンタイム短縮できるかなと思っております。 でもう一個いいところは、まあ、別に VM 自体で常緒化組み必要はなくて、VM 自体はシングルで設計しておいて、あとはホストの機能に任せるってことができますので、まあ、設計内容的にも割かし簡単になるかなと思っております。まあ、一応仮想化の知識はちょっといるんですけど、まあ、ちょっとその辺をこの後 VMA ですね、VMA HA という機能がありますので、本日はこっちそちらを軽く説明させていただければと思っております。 まあ、ほとんど先ほど説明した通りなんですけど、壊れたら他で動かしますっていう、えー、機能です。まあ、一応、ストレージだけは各サーバーからアクセスできる必要があるんですが、まあ、壊れたら他のサーバーに、えー、移動させて、えー、再起動をかけるっていうようなイメージです、まあ。ちなみにですね、VM や DRS っていう機能と併用しておくとあの、その壊れたサーバー復旧した後は、あの 仮想マシンをまた戻したりとか、あの再配分して、あのなんていうんですかね、リソースをうまいこと使ってくれるっていうような、えー、こともできます。で、h、L、の特徴は、まあ、こんな感じになります。まあ、注意点としてはですね、まあ、あるあるって言っちゃだめなんですけど、まあえー、監視ネットワークが一応重要なところで、そこを設定ミスとか、まあ、なんか毎日。 プチって切っちゃうと前代一斉に ha とか発生する場合もありますので、まあ、設計するっていうか、テストのサイト化には十分気をつけていただければなと思っております。まあ、もちろんだから単にその1本切れたらおしまいじゃなくて、やっぱり物理部分の上昇からセットで使うっていうところが、まあポイントになってくるかなと思っております。 まあちょっと参考ですけど、VMA には他にもあのフォールトト,ラトレランスっていう FT と呼ばれる機能があるんですこちら HA と似てるんですけど、もっとすごくてですね、自動的に仮想マシンの分身を作って、そこと自動的にデータを同期しておいて、もし壊れたら、まあ、即座に切り替えるっていうような動きをすることもできます。まあ、機能はすごくて、まあ、こんな感じで、まあ、ダウンタイムも0秒ぐらい。まあ、私も試しにやってみたんですけど、あのピーン打ちながらやっても全然気づかないレベル。 の、えー、切り替わりで,できるやることができますので、まあ、すごい機能なんですけど、まあ、ちょっと要件が厳しくてですね、あの使いこなすのはすごく難しい印象あります。なんかこう使いこなしてるよとか、こんなところで使ってますっていう人がいれば、ちょっとスライドとかに書いていただけるといいかなと思います。よろしくお願いいたします。で、あとはクラウドですね。その後まあ、 仮想化ときて、まあ、次、クラウドなんですけど、まあ、クラウドになったのはやっぱり基本的な考え方はやっぱり物理、えー、同,あ同じなんですけど、まあ、クラウドになってようやく物理の可能量が不要になってきたっていうのが大きいかなと思っております。で、まあ、仮想マシンに対する可用性はやっぱり考慮しなきゃいけないんですが、まあ、クラウドだとですね、HA 標準搭載されているっていう、まあ、ク,ラあのクラウドサービス側で搭載されている場合も結構ありますので、まあ、設計はより楽になったかなと思っております。 まあポイントをまあいくつか書いてきたんですけど、まあ、とはいっても、クラウドとはいえ、やっぱり中身、物理で構成されてますんで、まあ、一応止まるっていうことは一応考慮しておかないといけないですと。 じゃあ、どれぐらい止まるのまあ、どれぐらい動いてるのっていうのは、各社 SLA って形で定義しておりますので、まあ、そこを十分確認した上で使用していただければなと思っております。まあ、それと、あの、忘れずにやっていただきたいのが、やっぱりユーザーとクラウドベンダーの責任分解点っていうのはありますので、まあ、そこを意識した上で使うということが重要になってくるかなと思っております。ちょっと宣伝みたいな感じになりますかあの、ニフクラではっていうところで、あの、 えー、ニフラの構成コンポーネントとか、ですね、まあ、物理はまあ完全に二重化してますし、まあ、サーバーは、えー、SLA に関しては、サーバー1台でも99.99% 99ですね、えー、月間4分くらいだったかな、えー、の停止時間以内っていうのを謳、えー、っていますと。でえー、万が一、えーまあ、壊れたって言いますか、ご承知とかでも、一機能、えー、搭載しておりますの、ね、で、フェールオーバーして、えー えー、継続できるというような、えー、ものを用意しておりますまあそもそも一例発生しないように監視とか予防というところに力を入れてやっておりますまあとは言っても要件によって数分のダウンも共有、えー、されない場合がありんでその場合は冗長化するなど、えー、対策していただければなと思っております で最後にえまとめです。先ほどの,あの冗長化の比較のところに仮想化クラウドを入れて並べるとこんな感じになります。まあ、仮想化クラウドを入れることによってですね、まあ、少しコスパ良く、まあ、コールド、悪党コールドスタンバイ構成を組めるようになってきたかなと考えております。まあ、従来、先ほどもちょっと言いましたけど、あの数分、数時間待てないともうホットスタンバイになるという感じだったんですけど、 もうちょっと間のですね、この HA とか、まあクラウド使うことによって、まあ数分ぐらいのダウンタイムであれば、まあ許容できるかなっていうのも結構システムとしていっぱいあると思うんですよね。まあ従来ただ何もなかったから、どっちかって言われたら、じゃあ待てないから上ってなってたところが、まあ間も選択できるようになってきたかなと思いますので、まあ物理からの移行っていうんですかね、物理がクラウドを仮想化移行する際に、あのー、結構 昔のままの要件になったままっていうのが結構あるかと思いますので、まあ、冗長化周りっていうんですかね、ダウンタイム要件とかを改めて再設計してみるのが、タイミングとしてはちょうどいいんじゃないかなと思っております。まあ、ただですね、やっぱりあの実際システム構築の際にはですね、まあ、ちゃんと要件とか予算を応じて組み合わせで使うことになってきますんで、まあ、お客様とのすり合わせが一番大事ですので、よくすり合わせた上で選択いただければと思います。